めくるめくカレンダーと本の世界、グラフィックデザイナーの橋爪冬樹さんをお迎えしています。カレンダーって本とポスターの中間的な存在で、残すってほどでもないけれど1年ぐらいは持つと。でもポスターより何でも伝えられるわけじゃない、まあ、基本的に日付を伝えたいみたいな。カレンダーもその1枚ものじゃない限りは閉じるんですね。ヘッダー閉じ、中閉じのカレンダー開くと倍の大きさになる、まあ、絵柄を目立たせるにはこういうのが。ここに紐を通すの。カレンダーも本も部屋に置いたり飾ったりとか、本棚に入れたりとか、眺めたりとか、まあ、めくったり触ったりとかってなって生活に溶け込むので、いい家具みたいなものになるととってもいいなっていう。例えば本で動作をこうわざと逆にしたりっていうとかなり逆感あると思うんですけど、月に1回だと別にそれが不自由とかっていうことはないし、圧力をかける機械でこれをうまいこと調節してくれて、1枚1枚くるくると、あべ、なんか誰が来た、ああそういえばあったな、今日何日だっけぐらいの感じで生活に溶け込む、一緒に過ごして嫌じゃない友達みたいな感じにしたいなっていうのは。明確な終わりがあるっていうのが、あの本と違うところでもあるかなと思ってて、僕も一応本を作ったりしているので、バウハウスは建築をすごく重要視している集団なので、ちょっと建築的なアプローチはできないかなっていうことを考えていて、間取り図のようになっていて、これくらいの厚みの本が入ってるんですけど、テキストが入っていますね。日常生活に本の一部分だったりとか、さりげなかったりとか思いっきり溶け込んでいて、本とかカレンダーとかっていうのが必要かと言ったら必要じゃない時代に差し掛かっていて、まあ、こうやってオンラインでできてしまったりとか、まあ、実物の存在っていうのはすごく希薄になってるなって思う中で、紙とか本、まあ、印刷とかにこだわってるのって、その生活の一部とか、今のオタクのこの本のように実感を持って触ったり感じたりするっていうことにもうちょっとなんか寄り添っていきたいなっていうのはいつも考えていて、